ところでエマよ、神の岩の頂上から何が見えたのか私に教えてくれるかな。ええ、見渡す限りの海が見えたわ。お日様に照らされてキラキラしててね。あんな光景初めて見たわ。うむ、この世界ロトゼタシアがいかに広大かを医師の村しか知らぬお主らも分かったようじゃな。お主らはまだまだ若い。もしかするとこの村を出て羽ばたく時が訪れるかもしれんからな。このロトゼタシアの広大さをわしは儀式を通じて二人に伝えたかったんじゃよ。さて、そろそろ村に戻るとするかの。ユウ、お前の母。母じゃない。ペルラにも儀式を終えたことを教えてあげなさい。あれ、本当の母じゃないの。ユウ、私たちも行きましょう。キラキラ光る場所を見つけたらアイテムが手に入るので、キラキラは拾うとなくなるが、時間が経つと復活してまた拾えるようになる。なるほど。よし、聖人の仲間入り。神の岩での聖人の儀式を終え、大人の仲間入りを果たした有望な若者に贈られる称号、医師の村。お帰り、聖人の儀式を終えたもんで浮かれて自分の家が思い出せないなんて、まさかそんなことはないよな。石畳をたどっていけばお前の家に着くぞ。これをたどっていけばお前の家に着くぞということなんだけど、ここでちょっと探索を我はしますわ。結構いろんな場所にアイテムが落ちてたので、俺はそれをちょっと回収します。これあれだよな、これ攻略もあったら早いよな。おお、開いた開いた。セーブポイントだ。ここ確かあったぜ。ここほら、樽、毒消しそう。もうあれだね、もうお構いなく破壊していく。でこいつは祈りを捧げることでセーブできると。おなじみのね、BGM が流れ、確かに記録しましたと。で、わざわざ続けるかっていう選択肢が出る。こんなのは、もう今のゲームでは必要ないだろうって思ったんだけど、完全に昔の雰囲気を引き継いでるなっていう感じがする。あ、この樽。基本的に2個のうち1つはだいたい入ってるような気がするね。今のところ見てると。だいたい。これ見て。破壊できる。破壊できるのも面白い。あれ？何これ、ベッド。あ。おー。エマと村長の家。これ今エマと村長の家にいるんだね。エマの家なんだ。やべ。エマの何か私物がないかな。エマの私物見つけらんないかな。エマのパンツとか、エマのパンツとかブラ、どこにもないの？隠してないの？ダンのダジャレノートという手記だ。すごいぞ、ダジャレがどんどん頭に浮かんでくる。こんなことは初めてじゃ。神の岩からダイブしてみた。だいぶ痛かった。まだじゃ、まだまだ止まらんぞ。最近太った？なんてエマには言えません。そっ、来てないわ。全然来てないと。ないだと。舐めているのか。エマちゃんも一緒なんだね。かわいいエマ。嬉しそうな顔しちゃって、あんたたち本当に仲がいいね。見つめるエマ。見つめるエマ。かわいかったろう。わあわあ。こっちか。ちょっと待て、あれ、上になんかあるじゃん。あれ回収させて。気がかりでし、もう仕方ない。あれを取れなかったらもう俺は、ね、夜も眠れない。朝まで眠れない。永遠に寝かせない。ちょっと待って、それは違うな。何か違う。いろいろとまずい。ちょっと待って、あーん今のはひどい。
そういう落下の仕方、ちょっとちゃんとこう、こうえぐるようにこういけるんじゃないかと思ったんだけど、何この何このハマってるけど、すごい。これ綺麗な枝かよ。いいのかどうかすらあまり俺にはよく。ワンコ吠えてる。この上あったあった、この上も。わかりやす。あ、風切りの羽。50ゴールド、すごくない？50ゴールド来た。これは、外せないな。50ゴールド激アツだわ。最初は序盤はほんと金がないから。50ゴールド。感激ですわ。平気で破壊していくからな、主人公。破壊していくのが当たり前みたい。あ、ここにもあった。やったー、10ゴールドだ。熱い。まあ、とりあえずこんなもんでいいかな。まだ他にも多分、ね、見落としてると思うけど。出た。無事、成人の儀式を終えたようだね。村中で噂になってる。エマちゃんの足手まといにならなかったかい？エマ、かわいい。全然。すごいのよ。言うてばすごいのよ。私たち魔物に襲われたの。私なんて崖から落ちそうになっちゃうし、本当にもうダメって思ったわ。確かにあれやばいな。危機一髪。でもね、その時ユウの技がピカって光って、うん。まるでユウが光を、雷を呼んだみたいに。なんだって。お。これはなんか思い当たる節が。おじいちゃんが言っていた通り、運命には抗えないのかね。来た。ついにあのことを話す時が来たようだね。これを受け取りなさい。来た。すごい。綺麗。成人の儀式を終えたら、その首飾りを渡すようおじいちゃんに頼まれててね。ちょっと、なんか飲まないと声が。実は16年間。言わないでと。あんたはね、勇者の生まれ変わりなんだよ。衝撃の事実。勇者？勇者が何なのかわからないけど、あんたは大きな使命を背負ってるっておじいちゃんずっと言ってたわ。勇が成人の儀式を終えたら、北の大国デルカダールに向かわせてほしい。そして王様にその首飾りを見せたとき、全てが明らかになるだろうって。マジか。だからね、あんたは勇者の使命を果たすためにこの村を出てデルカダールに行かなきゃいけないんだ。なるほど。デルカダール行こう。でけえな、しかしこの母さん。さあ、明日から当分会えなくなるわ。今夜はお母さんがとびっきり美味しいご飯を作ってあげるからね。二人の横幅よりもあるっておかしくねえか。二人合わせて。勇者の生まれ変わりである。突然打ち明けられた事実に、勇は不安と期待の中で眠れぬ夜を過ごすこととなった。なるほど。そしてエマとついに駆け出しコレクター、10種以上のアイテムを集めた者に贈られる称号。まあエマと一悶着あって、それで、朝ということね。次の目的地は医師の村の真ん中の誰かいる気配がする。あ、真ん中にね。真ん中に誰かいる。ということで。行ってみましょう。これ、ジャンプ、ビョーンって。この音、効果音やべえ。やべ。エマじゃない。眠れないの。あ、そんな、まだ夜なんだ。これから始まるのか。この木覚えてる？子供の頃この木にスカーフを引っ掛けて私大泣きしたんだよね。でもユウは何とかしようと村中を駆け回ってくれて。うわぁ、成人の儀式の前にも同じようなことがあったっけ。私子供の頃からちっとも変わってないわね。あー、何この。勇者の生まれ変わりだってペルラおば様から聞いた時はとても信じられなくてびっくりしちゃった。
何このいかんわこれ。はい、遠い遠い昔、世界中が魔物に襲われて大変だった時、どこからともなく勇者が現れて世界を救った。そうか。そしてその後勇者は星になってマジで星になっちゃった。あの星になっちゃったか。何なんだろうなそれ。ユウが勇者か。なんだか信じられないわ。でもデルカダールに行けば全てがわかるのよね。さあもう自分たちの家に帰りましょう。みんな心配しているわ。おお、この質感いいな服の。じゃあねユウ。ああ泣いてる。何なんだよもう。ああ、そして用が開けてしまったが、なぜそこで追わない。なぜそこで追わなかった。平和に朝を迎えてんじゃねえよお前。本当に立派になってその姿おじいちゃんにも見せてあげたかったわ。あんたは村で一番勇敢だったおじいちゃんの孫なんだからね。ああなるほど。花向けとしてあんたの荷物の中にお金を入れておいたからね。いくらくれたの。たくさんくれたかな。222ゴールド。少し増えたな。まあせめて1000ぐらい欲しかったけど。ちょっとまず王城まで向かいたいよね一旦。目に焼き付けたかい。あんまり目に焼き付けてないけど行くわもう。テオにもその勇姿を見せてやりたかったわい。テオがお主を拾って、いや連れてきたのは確か16年前じゃったの。ごく普通の子供だとばかり思っていたお主がまさか勇者の生まれ変わりとはの。勇者とは伝説の英雄、その昔大いなる闇を払い世界を救った人物と聞く。お主がそんな大それた人物の生まれ変わりだとは到底思えんが、まあテオが言うならそうなんじゃろうな。デルカダールの王様に会ったらくれぐれもこの村のことをよろしくな。この何これダメ。何か褒美がもらえるかもしれんか。このおっさんはしたないですって言われてるけど、わしらでは想像もつかぬような運命が待ち構えているかもしれん。故郷を離れ旅に出るお主にこのロトゼタシアの地図を授けよう。この道に迷った時はこれを見るのじゃ。じゃじゃん、地図を受け取った。来た、馬来た。マジで村一番の器量よしの馬じゃぞ。エルカダール王国じゃん。ああ泣いてる。ああエママジでマジで、そんなエマのお守り、マジでエマも一緒に連れて行きたい。なんてこった。わあ。エマを置いて旅立つか。周囲に白いサークルが現れる。ああ、逃げることができるとなんか書いてあったな。はい、馬の呼び方、なんか鈴みたいなやつがあると。
それを鳴らせばどこからともなくあなたの馬が駆けつけてくれる。便利しよう。オッケー、もう行くわ。さっさと行こう。アイテムとかは一応回収するけど、あ、ダッシュね、ダッシュで、こっちはまだ行けないらしい。なるほど、強い魔物がいるから行けないんだって。つうことでサクッと行きます。まあもう本当はそこら辺の雑魚と戦ってもいいんだけど、ちょっと時間をちょっと俺は短縮したいんで、動画の時間を短縮したいんで、一旦まずは王国一直線行くわ。この辺の雑魚とも戦ったりできるけど、一応念のためここでセーブしとこうかな。タンタタタンタタン、よし。この家の近くにアイテムはあっただろうか。あるね、小さな鱗、12ゴールド、うまい。来た、宝箱。80ゴールド、激アツ。80ゴールド。それは外しちゃいかんわ。これ敵に突進したらどうなるのかな。おう、え、敵だ、吹っ飛んでったけど。これで MP が12。いいね。で、まあその次はもう75だから結構長いんで、一旦スルーします。よし、じゃあ目的地へゴー。ん？エルカダール城下町。よくぞ戻られた、ユードナ。お神よ、この者たちに聖なる加護のあらんことを。デルカダール城下町、この町をひたすらちょっと探索して、クエストもあるんでね、クエストを消化して、このクエスト、まあちょっとこれは2人について書かれた本でも、そうそのグレイグ将軍と軍師ホメロスの、ね、ことが書かれた本を探してくださいと。ここなら見つからないんだよな、あの兵士にな。兵士に見つからずにこのアイテムを回収できる。これなんかすごいのが入ってたはず。確か、そう、力の種、激アツ。これもう、もう使うわ。これさ、2も上がるんだよな。すごいよな。力の種持ってほしい。ただこっちに行こうとするとこれ見つかるんだよな。このモブエロくねえか、スタイル。すげえスタイルしてないかこれ。顔はちょっとまああれだけど、やばいなこれ。これは、このバストサイズは半端ねえぞ。尋常ではないな。マジで。なんか、はしごみたいなのがあったんだよな。あ、つうか、この子のクエストだ。この子。メアリー助けてあげて、はい。猫のメアリーが、なんか屋根の上に、登っちゃったよって。登っちゃってて、はまっちゃったよみたいな。あ、出た出た。ここだ。ここでしたね。マップで言うとここ。この場所。この場所の家の中。の階段。階段?はしご。はしご。ってことで、このはしごを登りますと。だから、あれだね。クエストの女の子のすぐ前の家だね。この家に入ればいい。そしたら、ここにいると。OK。メアリーを助けてあげた。このゲーム、高所ダメージはねえみたいだな。こっから落ちてもダメージねえもん。猫砂を受け取った。
これだ、多分ここだ。ここじゃない、おそらく東の場所。来た、二人の英雄、これでしたね。まあ詳細は見たい人は見といてください。これで OK、 これでさっきのクエストは完了。あ、ここなんかあるぜ、すげえ、はしご見つけた。この上なんだ、お、まだはしごある。これはなんかの予感だな。いいアイテムがありそう。あ、入りゃいないな、じゃあ。じゃあ俺が入ってやるか。おい、あ、こうか。ほうほうほう。家の中に侵入できた。器用さの種、激アツ。あー、宝箱も。ラッキー。金のブレスレットじゃん。装備しよう。はっ、めちゃ強い。これいい。これ、革の鎧売ってたから。これ。はい。ああ、そうそう。銅の剣買いたい。あれ？金足りねえ。銅の剣か買いたかったんだけど。足りねえな。お、よしよし、ゾーンに入った。バトル中攻撃を受けるなどの条件でゾーンという集中力の高まった状態になることがあります。ゾーン中は様々な能力が一時的に上がります。ゾーン状態は何回か攻撃すると消えてしまいますと。何？平気だった、よかった。よし、ゾーンになったから助かったわ。よし、力3アップ、すげえ。てか MP 上がりすぎじゃね、5も上がってる。すごい。スキルパネルでスキルポイント割り振ってスキルを覚えられるっていう。スキルを隣り合ったパネルが解放されて覚えられるスキルが増えていくと。順番を意識しながら仲間たちを成長させましょう。これはね、もうちょっと火炎斬りが結構確か強いっていう、多分最初の序盤の方では強いんじゃないかと思ってるんで、ゾーンに入りやすくなるとか。ただ取れないからね、どうせ。だからまあ火炎斬りでしょ結局。はい、片手剣を使ってるしね。え、何が今のアイテム、すごい。売り値高いな。すごい高いなこれ。何なんだこれ。さっき買おうと思ってた、銅の剣を変えると。これで攻撃力が5上がる。まあ、銅の体験、まあ、体験系は今はいいでしょう。よし、これで銅の剣になったんで、最初の目的は全て達成。あとは城に行くだけ。はい。あ、そうか、ユグノはどうか。これが確かすごい高く売れたんだよね。100ぐらいで確か。あ、そうそうそう、その光ってるやつ、これもすごいと思った。これめっちゃ綺麗くない？お、よくできてるよなこれ。これな、よし、城に行こう。一体何の用だ。自分が勇者であるアリ、王に会いに来たことを話した。勇者であるはずがなかろうっつってるけど。お、先ほどは大変失礼いたしました言ってる。途端に態度が変わった。
それで次の目的地がわかんのかな。お、どんな感じの、おお、モブもなかなか本当によくできてる。お待ちです。あ、あるんだ。あ、嘘、信仰の種、嘘、マジで。よし、来た。あ、いいよねこの CG、 すごい、なんかあのやっぱ質感がいい、すごく。その装備っていうか、装備の質感がすごいいい感じだよ。うわあ、キラキラ光ってる。かっけえ鎧だよな。よくぞ来た旅の者よ。わしがデルカダールの王である。こうしてそなたが来るのを長年待っておった。ようやく会うことができ嬉しく思うぞ。その首飾りを携え王であるわしに会いに来たということは、そなたは自分の素性を知っておろう。もしそなたが本物の勇者であるならば、おそらく手の甲にあざがあるはず。じゃーん。うむ、そのあざこそ勇者の印。そなたこそあの時の赤ん坊。皆の者よ、喜べ。今日は記念すべき日。ついに伝説の勇者が現れたのじゃ。なるほど。時に勇者よ。そなたはどこから来たのだ。そなたをここまで育て上げた者に礼をせねばならん。教えてくれぬか。ユウは、石の村で育ったことをデルカダール王に伝えた。なるほどな、石という村か。ホメロス、シカと聞いたな。ホメロス、はい、シカと聞きました。あのような渓谷地帯にそんな村があったとは。ホメロスよ、分かっているな。あとは任せたぞ。何を分かっているんだ。動きやべ。動きと鎧の輝きがやべ。まさか一人で乗り込んでくるとはな。何を企んでいるか知らんが、貴様の思い通りにはさせんぞ勇者め。突然敵大事でした。手のひら返し半端ねえな。グレイグよ、その災いを呼ぶ者を地下牢にぶち込むのじゃ。皆の者も知っておろう、勇者こそがこの大地にあだなす者。勇者こそが邪悪なる魂を復活させる者。勇者と魔王は表裏一体なのじゃ。なるほど。ひでえ話だなこれ。どうなってんの。突然逮捕されてしまった。